ブルからのシュート系練習メインの対決練習メインの対決ね。今日はちょっとここからドリブルで1枚かわしてシュートを打つっていう、ね、より試合でありそうなシチュエーションで勝負していこう。よーし、面白そう。まあ、ルールとしては今真下にマーカーを置いてるんですよ。マーカー、うん、これをディフェンス代わりとして1枚かわして向こうのゴールに黒いの見えますか？最新の的なんですけどこの的に当てると。で、向こうに当てれば勝ちという、はい、オッケー。これはちゃんと高校まであるルール。あります、あります前フリーキック対決先行で終わるみたいなあったからね。今日はちゃんと今日はちゃんと高校まで行ける。高校まで OK です。という形で勝負やっていきたいと思います、はい、よし、頑張っていきましょう。それでは早速やっていきましょう。しょう、じゃんけんするけど練習なんで一応真面目なシーサーいきます。真面目なシーサー、真面目なシーサー。最初はシーサー、じゃんけんポン。アイコはマグス、じゃんけんポン。アイコはマグス、じゃんけんポン。アイコはマグス、じゃんけんポン。しゃマジ真面目なんで今日真面目なんで今日練習だから練習、はい、真面目に練習です。真面目にどうします？先行で、もちろん先行で、先行で OK です。シュールシーサーよし、じゃあ行きます。ちょうどこの角度の僕ミドルの練習したかったんで今日ちょうどいい対決かもしれない。いいね。ちょっと真面目に、本当に真面目に蹴っていきます。バーに。いや。It's getting colder. Now the storm.
ということで今日のドリブルからのシュート対決は見事高校の翔ちゃんの勝利でーす。いやめっちゃ蹴った、めっちゃ練習した。でもすごいね、多分この角度だったらこっからカットインしてシュート打った方が打ちやすいさ。 あそこに来て左足で決めたのはマジですごい。いやもう完敗です。いやだけど実際ね、まだディフェンスがいたら変わってくると思うんだけど、はい、それを想定した上での練習になるから。いやでもめっちゃいい練習。今日でシュート上手くなったよ。なった、マジで。もうシュート上手くなりたい2人組が今日やった感じなんで。そうそのための、はい、練習でした。皆さんもぜひやってみてください。この動画が面白い役に立ったと思っていただけたらぜひグッドボタンもよろしくお願いします。またチャンネル登録がお済みでない方は今後もこのようなサッカーの役に立つ動画、面白い動画をどんどん発信していきますので、ぜひ今のうちにチャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next time。 ポスト芸人か俺は。